はい、こんにちは、この子猫です。今日の一日一冊はイワン・デニーソビッチの一日です。旧ソ連のノーベル文学賞作家アレクサンドル・ソルジェニーツィンが1962年に発表した本作。この時代のロシア文学といえば、そう、ラーゲリ、強制収容所文学ですね。共産主義のソ連において資本主義の思想を持つ者や、それを持っていると言われて密告された者、または敵国の捕虜などを収容したラーゲリ。第二次世界大戦後、多くの日本人捕虜が強制労働に従事させられた、いわゆるシベリア抑留の舞台となったのもこのラーゲリです。そんなですね、きつい、ひもじい、あととにかく寒いという過酷な環境のラーゲリでの生活を描いたのがこのイワン・デニーソビッチの一日という小説です。主人公イワンは戦時中ドイツの捕虜収容所に囚われており、そこからなんとか脱出しますが、資本主義陣営のスパイではないかという無実の罪を着せられ、ラーゲリに収容されてしまいます。窓ガラスは氷に覆われ、天井にも霜が降る極寒の世界。ほんの少しの食べ物と、そして何よりも火を楽しみとして、今日もイワンの強制労働の一日が始まるという話です。まあね、とにかく寒い。いきなり序盤でですね、さあ頑張ろう、たかだか零下30度だというセリフが出てきて、読んでいるこちらがビビります。とにかくね、寒さをなんとかするのが最優先課題。ロシア以外の収容所とかなら、まあ、経理に隠して持ち込むのは食べ物だったり酒だったりするかと思いますが、ラーゲリにおいてはとにもかくにもまずは焚き火です。火をね、絶やさないようにしないともう本当死んじゃうんで。しかし、そんな過酷な環境を描いているのですが、この小説、不思議と暗さはありません。主人公イワンの明るさと作者ソルジェニツィンの筆の軽さのおかげで、逆に読んでいて楽しくなるくらいです。先ほどのたかだか零下30度だのセリフの後にイワンが、よし、医療部に行って仮病でサボろうとかいう描写があったりと、なかなかですね、読者を楽しませてくれつつも、まあ、旧ソ連のね、ラーゲリという過酷なものがあったことも学べる一冊となっておりますので、ぜひイヴァン・デニーソビッチの一日読んでいただければと思います。と、このようにこのチャンネルでは毎日一冊おすすめ本を紹介していますので、気に入ってくれた方はぜひ高評価やチャンネル登録していただけると嬉しいです。では明日もまた会いましょう。バイバーイ。